第二次大覚醒は1800年代から1830年代のアメリカ合衆国のプロテスタント史における2番目の大きなリバイバルである。このリバイバルはキャンプミーティングで新しくされ救われた経験から成り立っていた。主な指導者にはチャールズ・フィニー、ライマン・ビーチャー、バートン・ストーン、ピーター・カートライト、ジェームスビー・フィンレイがいる。活発な福音主義を奨励し、後に 刑務所改革、禁止、女性参政権、奴隷制撤廃運動に至った。1786年にバージニア州のハンプデンシドニー大学にリバイバルが起こされた。ニューイングランドのリバイバルは社会行動の波を奮い立たせた。ニューヨーク西部ではリバイバルの精神がホーリネス運動を生んだ。西部ではリバイバルはメソジストとバプティストの境界成長を促し、アメリカに スコットランド風のキャンプミーティングを導入した。フロリダ、カンザス、ハワイ王国の組合派は西部に伝道するために伝道教会を設立した。これらの教会員は教育者として東部の都会で文化命令の務めを果たした。特に1816年に設立されたアメリカ聖書、教会などに見られる出版伝道はキリスト教教育を広めた。 リバイバルによって奮い立たされた社会的行動は、禁止促進協会と同様に奴隷制撤廃をもたらした。また刑務所を改善し、障害者、精神病者のケアに努めた。彼らは高いモラルを持っていた。このリバイバルでは、メソジストとバプテストに大きな協会成長が見られた。第二次覚醒運動時の長老派協会から、キャンプミーティングが始まった。 1801年、ケーンリッチの天幕集会が最も有名である。第二次大学生の時、スコットランドの長老派協会牧師、トマス・キャンベルとその息子、アレグザンダー・キャンベルらは、長老派協会から分離し、1827年、ディサイプルス協会を創設した。また1810年に形成されたカンバーランド長老協会は、キャンプミーティングと巡回説教で強制を拡大した。 アパラチアで開かれたキャンプミーティングアパラチア地方でリバイバルはキャンプミーティングを使用して促進され、前の世紀の第一時代覚醒と同様の特徴を持つ。キャンプミーティングは複数の伝道者が数日間行う礼拝であった。人口の希薄な地域への移住者にとって伝道集会は開拓地での孤独な生活からの避難所であった。リバイバルへの数百。 または数千の人々の参加の快活さは、これらのイベントに関連したダンス、叫び、歌を起こした。社会生活よりも重要なのは、罪の意識によって砕かれ、その後個人的な救済の感覚によって回復された、個人の自尊心への深い衝撃であった。会心者の大部分は小さな地方の教会に加わり、その結果教会は急激に成長した。 初期の野外礼拝の一つは、1800年7月に、ケンタッキー州南西部のクリーデンスクリアウォーター協会で行われた。1801年、ケンタッキー州ケーンリッジで開かれた大きな集会では、おそらく最大2万人が集まった。多くの長老派、バプティスト、メソジストの聖職者が、この礼拝に参加した。この出来事は、メソジストやバプティストといった教派に、教会拡大の、 主な手段としてリバイバルを認識させた。この大きなリバイバル運動はすぐにケンタッキー、テネシー、オハイオ南部に急速に広がった。セブンスデーアドベンチスト協会はサイリン待望運動から始まったがイエス・キリストのサイリンの日が1843年であると主張する誤りに陥った。ただし現在のセブンスデーが傷んでないとする意見もある。また、 第二次覚醒運動は、教会から非正当的とみなされた教理を排除することによって間接的ではあるが、ユニテリアン教会の形成に影響した。ユニテリアンは、キリスト教の大覚醒に反対し、また正当教理も認めなかったため、一般的に歴史的、キリスト教会ではこれを異端としている。上よりの力、チャールズ・フィニー・チノブエ出版、リバイバルの源流をたどりょがた守る マルコシュパブリケーション社 ISBN48 億7207万2049キリスト教全史イ e ケアーズ女性書図書館公開 ISBN47 億9120万403イタン見分けハンドブックオガタマモルチョ ISBN49 億3876万4342キリスト教全史全室、ありがとうございます